カープの主砲鈴木誠也、6年連続で打率3割25本塁打以上という王貞治、落合博満に次ぐ史上3人目の快挙を達成しました。長期にわたり安定した好成績を残した広島の主砲はこのオフついにメジャー挑戦を表明しました。そんな鈴木誠也を日本球界最高のバッターの一人である落合博満はどう見ているのでしょうか。鈴木誠也の歩み。東京都出身の鈴木誠也は小学2年で野球を始め、中学ではシニアリーグに所属。その後野球名門校である二松学舎大学附属高校へ進学します。当時のポジションはピッチャー。春夏を通じて甲子園出場はありませんでしたが、高校通算43本塁打の打力に加え走力も高く評価され、広島カープからドラフト2位で指名を受けます。プロ野球入団と同時にポジションを投手から内野手に変更しました。背番号は名字が同じということと、本人が小さい頃の憧れであったことからイチローと同じ51を背負うことになりました。ルーキーイヤーのキャンプは2軍スタートだったものの、助っ人外国人がインフルエンザを発症したため1日限定で1軍に昇格します。ここで鈴木は当時の野村健次郎監督やかつてイチローを指導したことで知られる新井雅弘コーチらが見守る中、ヒット性の当たりを連発します。ちなみに当時18歳の鈴木は打者有利を改善するために作られ飛ばないボールとも呼ばれた統一球を初体験。そこで飛距離が出ないと感じ、センター方向にヒット性の当たりを打つよう心がけアピールに成功しました。鈴木誠也という選手がプロ野球界の一流になるべくしてなったことがわかるエピソードの一つです。その後2軍のレギュラーに定着した鈴木は翌年、若手の登竜門であるフレッシュオールスターゲームにも出場しました。2015年には現在のポジションである外野手に登録を変更、開幕戦に1番ライトで先発し1軍に定着しました。2016年は自身初となる規定打席に到達すると、打率3割3分5厘、29本塁打、95打点と素晴らしい成績を収め、25年ぶりとなるセリーグ優勝に大きく貢献しました。さらにこの年はベストナインとゴールデングラブ賞を同時受賞し、初めてのタイトルも手にしました。2017年には田中康介、菊池涼介、丸義弘の田中菊丸の後を打つ4番打者に任命。チームの主砲という重圧と戦いながらも毎年安定した成績を残し続け、日本球界を代表する打者へと成長しました。落合が認めた才能。2018年、とある番組に出演した落合博満は、カープで最も注目する選手はという質問に対して鈴木誠也の名前を挙げました。これからの彼には広島だけではなく日本代表で4番を務められるかどうかという位置づけで考えてもいい、そういう選手になるんだろうなと思うと語る一方で、肉体的にも怪我をしない体を作ってもらってずっと4番を張ってもらいたいと、怪我による離脱があったことを踏まえて注文もつけました。鈴木誠也の打撃について問われた落合は、今のままでいいですと一言。さらに魅力も何もまだ鈴木誠也という打者はこういう打者だという色は出ていない、これからじゃないですかとコメントしました。そして彼はまだ完成されたものではないと思う、まだ若いというのもありますが、俺はこれでいいんだと思ったらそこで止まってしまうと、さらなる成長を期待していました。この当時の鈴木は2年連続で打率3割以上、25本以上のホームランを放ち、セリーグを代表する右打者の仲間入りを果たそうかという時期にありました。しかし落合にはさらなる成長を遂げた鈴木の姿がイメージできていたのかもしれません。だからこそ今のままでいいと肯定しつつも、完成ではないと表現したのではないでしょうか。落合は鈴木について語ったインタビューの中で、理想の4番打者とはという質問に、何でもやれるスーパーマン、何があっても絶対に休まないと語っています。誰も打てなかったら自分でホームランを打って勝つ、自分の一振りでゲームを左右できるのが4番打者、これが3度の三冠王を獲得した落合博満の4番打者の使命です。
落合の予言通り日本の4番に。落合の期待に応えるべく始まった鈴木誠也の2018年シーズン。下半身の違和感により一時戦列を離れますが、8月には月間打率4割1分4厘、12本塁打と大暴れ。終わってみれば打率3割2分、自身初の30本塁打で3年連続ベストナインに選出されました。翌2019年は広島のレジェンドである天才打者前田智則が背負っていた背番号1を継承します。この年は自己最多の140試合に出場し、首位打者と最高出塁率のタイトルを獲得。さらに4年連続のベストナインとゴールデングラブ賞も受賞しました。この年のオフに行われた野球の世界大会プレミア12の日本代表に選出された鈴木は、稲葉監督から侍ジャパンの4番を託されます。落合の見立て通り、鈴木誠也は日本の4番打者になりました。この大会で日本の主砲は打率4割7分8厘、12打点9得点と3つの部門でトップの大活躍。侍ジャパンを世界一に導き、MVP とベストナインにも選出されました。そして東京オリンピックの開催が予定されていた2020年、新型コロナウイルスの感染拡大によりプロ野球は開幕が3ヶ月以上遅れてしまいます。この影響で鈴木は調整に苦しみますが、それでも最終的に打率3割25本塁打75打点の好成績を残します。2021年は新型コロナウイルスに感染した上にワクチンの副反応による離脱も経験する苦いシーズンになりますが、東京オリンピックの野球日本代表に選出されました。4番打者としてプレミア12以上の活躍が期待されましたが、打撃不振により打率1割6分7厘1本塁打という成績に終わります。それでもチームは金メダルを獲得。落合は東京オリンピックについてこう語っていました。みんなが打って勝てれば自分は打たなくてもいい。一生に一度あるかないかの自国開催のオリンピックでは金メダルを取ること以外許されないというとんでもない重圧。その中で4番を任されることは期待を全て背負うこととほぼ同じ。成績こそ振るいませんでしたが、鈴木が4番の重責を全うすることで村上ら若い代表選手が力を発揮できる状況を作れたのかもしれない。オリンピックが終わるとカープに戻った鈴木は覚醒します。7月から9月まで連続で月間 MVP を獲得し、その間に6試合連続ホームランの記録も樹立。最終的に打率3割1分7厘、出塁率4割3分3厘で首位打者と最高出塁率のタイトルを獲得します。そしてもはや常連となったベストナインとゴールデングラブ賞はどちらもリーグ最多得票で受賞。東京オリンピックでの借りを見事にシーズンで返すことに成功しました。鈴木はメジャーで通用するのか。6年連続で打率3割25本塁打以上というプロ野球史上3人目の快挙を成し遂げた鈴木はポスティングシステムによるメジャー挑戦を表明しています。これについて落合は、行くのはいいんですけどアメリカの環境に慣れるのが第一でしょうね。言葉の壁というのがあるから、まずアメリカでの生活習慣に慣れることが大事とメジャー挑戦のポイントを挙げました。鈴木が落合の挙げたポイントを克服する鍵は元新体操選手の畠山愛理夫人です。鈴木家はリアル星一徹と言われる厳格な父の方針により、勉強するなら練習しろと指導されてきたため、誠也は英語をほとんど話せません。それに対してオリンピック選手として国際経験豊富、メジャー球団とのオンライン面接に同席して夫の通訳をしながら交渉の手伝いもしているというのです。以前から夫のメジャー挑戦を見据えてヤクルトの青木宣親夫人、ツインズの前田健太夫人らと積極的に交流し準備を進めてきました。海を渡り大活躍する鈴木の陰には愛理夫人の献身があることは間違いないでしょう。メジャー経験者やレジェンド OB も太鼓判。落合に限らず鈴木誠也を評価している球界の OB は多数存在します。現役時代巨人メジャーリーグでプレーをした高橋尚成もその一人です。自身の YouTube で高橋は鈴木について、
国際大会でも全然パワーで引けを取っていないので十分いけると思う。ただ自分を変えると悪くなっていく野手は特に多いので気をつけてほしい。自分がやってきたことを信じて貫き通してほしいと語りました。また日本球界屈指の名捕手である谷繁元信はメジャーでも絶対活躍できると思います。僕は鈴木誠也を令和最強の右バッターだとずっと言っている。彼の打撃を見た時、打球音が他の選手とはまるきり違うすごい音がした。あのインパクトの強さは体の強さとバネがないとできない、本当に楽しみと太鼓判を押していました。さらに現役時代は俊足で鳴らした高木豊も、彼は守備もうまいし肩も強い、あとは打つだけ、全日本の4番だしやってもらわなきゃ困るというか普通にやればできますよという評価。西武の打撃コーチとして強力打線を作り上げ、楽天で監督も務めた大久保博元は、彼はユーモアがあるからメンタルが下がっていくタイプじゃないと、異国の地でも明るいキャラクターがいい方向に作用するのではと期待を寄せました。多くの関係者の期待を背負いメジャーリーグへ挑戦する鈴木誠也。過去には同じ広島からメジャーに渡った前田健太が、アメリカでスカウトからよく名前を聞く選手として名前を挙げていた鈴木がどんな活躍を見せてくれるのか、その挑戦の行方に注目が集まります。